こんにちは、仕入れ担当の浅井です。ただいま5時半、昼飲み真っ最中、はい、今日はですね、ご紹介したいのは、シャンパーニュでサンレオルっていうシャンパーニュになります。でこちらはですね、以前うちの YouTube でも出演してくれた株式会社グラントの営業の小林さん激推し、もう電話かかってきて、めちゃくちゃおすすめしたいシャンパンがありますと、ぜひ飲んでくださいというので1本買いました。僕が惹かれた点としては、まずちょっと名前は言えないんですけど、ミシュランガイドで三つ星を取ってる、現在三つ星のフレンチレストランが、なんとグラス1杯3,670円とかで出してると。ボトルじゃなくて、ボトルじゃなくてグラスで1杯3,600円、やばいっすね。なんかサービス料とか、まあ込みの話なんですけど、某ミシュランガイド星付き中華で1杯、3000円以上で、僕らの大好きなね、僕らの大好きな、もう名前は言えないんですけども、僕らの大好きな S とかもね、そう、常連だったね、もう大好きな中華屋もうミシュラン中華でなんと1杯3000円以上で出されてる。すいません、今日ちょっとうちのお子ちゃまもいらっしゃいますんで騒がしいんですけど、1歳10、もうすぐ11ヶ月、もうそこまでグラントの小林さんがおすすめするので、ぜひ今日は飲んでみたいなということで、私もまだ飲んでないんですけども、ちょっと飲ませていただきます。まあ絶対ない、まずいことはまず間違いなくないんですけども、値段もそこそこなんですか？値段も高いです、高いんですけども、まあ小林さんがだいぶ頑張ってくれちゃって、こう後で発表するんですけど、割とお安くできてます。でただ飲まないと分かんないからっていう話はしてますんで、このサンレオルなんですけど、シャンパーニュの中でも産地はアンボネっていう場所です。シャンパーニュの中でもまあ大体北から南で考えると真ん中ぐらい、このアンボネってすごい有名なシャンパーニュで、クリュック、まあ、世界一有名なのはドンペリだと思うんですけど、その次に有名なクリュック、クリュックがある村全体で、そのグランクリュって言われまして、特級畑と言われている。でアンボネのブドウ品種なんですけども、ピノノワールっていうブドウがよく作られてます。ピノノワールがアンボネ有名なんですけど、もちろんこのシャンパーニュもピノノワールが 80% の、シャルドネが 20% っていうセパージュになってます。僕は個人的にシャンパーニュを飲むときに、結構このフルートグラスで飲むのと、ボルドーグラスっていうか、いわゆる普通のワイングラスで飲むのと、なんか両方飲んでみるんですけど、泡立ち強いっすね。ね、結構パワフルですよね。フルートグラスで飲むと見た目がすごいゴージャスだし、この泡の立ち上り感とかが好きなんですけど、まあフルートグラスじゃないこの普通のボルドーグラスで飲むと、香りとかやっぱすごい感じやすいんですよね。これはね、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいと思う。これは刺すようなカリン香がやばいっすね。結構群を抜いて違うかもしれないです。相当いいっすね。値段から考えるとちょっと信じられないステージにいる商品だと思います。機能が 80% なんで、もうちょっとこうもったりした冬向けシャンパーニュなのかなと思ったんですけど、シャルドネの爽やか感とかもすっかり出てますし、何よりね、上質なピノでしか出せない黒いお花の香りがもうすごい漂ってきますね。黒いお花の香りの中にシャルドネの酸がこう戦ってるような、アフターもこう喋ってる、今喋ってるとこうアフターに酸とかお花の香りがどんどん抜けてくるんですよ。めちゃくちゃいいっすね。でこっちも出てきます。個人的にはこのシャンパーニュはフルートグラスで飲んでほしいですね。ボルドーグラスだとちょっと酸が広がりすぎちゃって、あんまりよくなく感じちゃう。100円ショップとかで普通に100円とかでもフルートグラス売ってるんで、ぜひこのシャンパーニュはフルートグラスお持ちでない方は100均とかでぜひフルートグラスを買って飲んでもらいたい。価格の方なんですけど、インポーターさんのカタログに載ってるのはちょっとお高いんですけど、11,600円。11,600円だとね、高くて、このぐらいのシャンパンになると大体価格っても100円単位とかなんですよ。1300円でとか7500円でとかって感じなんですけど、もう1円単位まで値切って、もうギチギチに値切って、なんと4000円引き。
7600円。マジっすか。もうこれは爆安、ぜひ。これ採用するってセンスいいっすね。ね、ちょっとまあいつもね、僕あのソムリエ福祉チャンネルのマリアージュポイント大好きなので。これはうちオリジナルの。そう、うちでしか売ってない。そう、ほぼ、まあ日本ではほぼうち独占で、あの日本の流通量の 50% をうちが買い占めてるっていうスペインのセレブポテチ、3人かしら。あ、これはいい良さそうですね。これはね、もう本当に僕日本中に広めたいと思ってる商品で、まあ揚げてるあのスペインの、本当これ南のものなんですけど、グラナダっていうところのオリーブオイルでエクストラバージンオイルで 100% で揚げてるんですよ。エクストラバージョンオイルって、まあ、皆さんご存知ですけど、高いんですけど、グラナダがオリーブの名産地なんで、うん、現地品なんで安く買えるんですよ、ね。うん、だからこそできる。某五つ星レストラン、あ、五つ星ホテルとか三つ星レストランのウェルカムポテチとかにもなってるっていう、本当に素晴らしい商品で、うちのお店ではもう15年ぐらい、一時期ちょっと日本に入ってこなくてお休みした時期とかもあったんですけども、売り続けてる素晴らしいポテトチップス、現地からちょっと送ってもらった。バックラベル貼ってない現地サンプル、現地サンプル 40g です。今度 40g 扱おうかな。あ、なるほどね、ちっちゃいですね、確かに。で、これを見てください、まずこの色がやばいでしょ。もう黄金色、本当にこう、このね、シャンパーニュの黄金色とぴったり。はい、で、このポテトチップスを三二箇所ってめちゃくちゃうまいっすね。あ、これオリーブオイルの香りがめちゃくちゃ広がる中に、天使のマリアージュですね。これは自分に羽が生えたかのような美味しさを感じますね。自分に羽が生えて、なんかこう飛び立っていけるような感覚になれる、あくまで個人の感想なんですけども、素晴らしいマリアージュ。ぜひ3、2箇所を買って、このシャンパーニュと合わせて両方買うと、ちょっとお値段しちゃいますけど、こんな全然価値あると思います。もう本当に素晴らしい、めちゃくちゃ綺麗だった。もう素晴らしい芸術ですね。ぜひお試しください。すいません、ちょっと息子がお騒がせしましたが、ぜひよろしくお願いします。